はい、どうも、今日はこちらの、謎のゲーム、自販機ぶっ壊そうっていうゲームですね。やってきます。これ、技をですね、クリックすると始まります。これね、結構、何も操作しなくても、上の、200分のいくつ、この体力ゲージが、徐々に減っていってしまうので、ミソとしては、こちらですね。技を、終わる瞬間に次の技を繰り出すという、こちらが、大変重要となっております。スペシャル技っていうのがあるんですけど、これを使っていくとですね、結構強いダメージを与えられて、ポイントが、結構もらえるっていうことですね。これしばらくやっていくんですけれども、マネーが、右上部、スコアの下、溜まっていってると思います。これを貯めて、技など、購入していく。また体力も、これで購入していくような形になります。ここは少しお金が貯まったので、アップグレード試したいと思います。すでにね、もう少し、デフォルトのスタート値からは改良しているんですけれども、この押し倒すとかじゃなくて、拳銃で撃ったりだとか、電柱ですね。これを装備して、まあ、いろいろあるんですけど、一旦これでやっていきましょう。結構ね、技を繰り出してる間に次どの技を出そうかっていうのが悩んでるうちにどんどんもう技終わってしまうっていうことが起きるんですけど、この拳銃だったり電柱っていうのは技に結構時間がかかっているので、こういった時に、次の技を考えとくと、こういうこともいいかと思います。これでニューレコード出しましたね。淡々とこれずっとやってるだけで、あとフラッシュゲームなんで、もう何回、まあ、次の日やった時とかにまだこうデータが残ってるかどうかっていうのがちょっとわかんないんですけど、とりあえずね、暇つぶしぐらいにはすごいちょうどいいかと思うので、これでしばらくずっとやってたりだとかね、ければと。で、一つ注意点としては、これ非常にね、作り込まれてるゲームなんですけれども、スマートフォン、ちょっと iPhone で試してみたときは、お使いのデバイスでは、対応しておりませんというような英語のアナウンスが、流れていたので、おそらく Android なんかも、その類になるんではないかなと思います。地球のセットしたはいいんですけど、どのぐらい MP 貯めればできるのかっていうのを全く調べないで、とりあえずぶっ込んだ感じなので、これ多分無理なんじゃないですかね。ちょっととりあえず使えるか、マックス MP 貯められるまで貯めてみましょう。14までいったけど、使えずに終わった。ちょっと一回体力ゲージだったりだとか MP の蓄積
を上げたいところなんで、ちょっとこれで動画内で試せればなと思うんですけど、貯められるかどうかっていうところですね。これマネーが、なかなか意外と貯まりにくいですからね。今のところ2回やって100、まあ40ドルぐらい貯まるか貯まらないかっていうところなので、皆さんもぜひよろしければやってみてください。はい、以上です。